あとき、き充実して生きる。十数年前ホリスティック医学に出会ったホリスティックとは全体項を指すホーリズムにのっとっています部分の相和が全体なのではなく全体には部分の相和以上のものがある人類の医学や生命論において人間丸ごとを捉えずして人間の真の姿は見えてこないと何が私たちを生かすのか 喜びや自己実現を目指す前向きな生き方と人生のたどり着くところ死についても積極的に考える奥が深い思想ですところで平均寿命をひらめたく言えば同じ年の半数がそれまでに死ぬということです朝目が覚めて今日も一日死ぬ日が近づいたと感じる人はいませんがそれも真実です私は以前 ある食用実験を試みていて、運悪く、私自身が腸閉塞を起こしたことがあります。その時は、激痛に耐えかねて、市内の大病院へ行きました。診察を受けるやいなやそく、入院でした。もしかすると、大きな病気かもしれないからです。やがて腸閉塞であることが分かって、数日で点滴も外れ、おかゆになり、そして、 1>, 1週間後の内視鏡検査の結果、腸内には全く異常が見つからないということで退院しました。高いおかゆ代を払ったという結果で、何もなくて済んだなと、普通は終わるのです。知人の外科医から腸閉塞で回復手術をしたら、なんだこれだけのことかということは、よくあるよと退院後に告げられました。よくあるのか。 たまたまそうなのかはわかりません。しかし、私は正直、切られなくてよかったと思いました。私の健康指導歴の中で、初期の癌の方で養生に勤めたら、数ヶ月後に癌が,が自然しさ縮みしたという人が何人もいます。また、別の医師ですが、ここに赴任してから代替医療を取り入れているのだけれども、初期の癌の患者さんが。 大体医療で治るることがあるんだよ最初は「たまたまかと思ったけれども意外とたまたまでもないようだし」と言われるので「たまたま」というのがどれぐらいを指すのか分かりませんがうちでも「そういう方はいますよ」と返すとあとは会話が続かなくなってしまった近代西洋医学の統計上がん治療成績は年々向上しています。 しかし患者数も増えています小さな初期のがんでも見つけることが可能になったことがデータに反映されているようです真実を検証することはできませんが治る人は西洋医学でなくても治る可能性が大きいと私は思っています逆に何をやっても治らない人に限って派手に治療して急いで浄土に行かれる場合が多いように思います 変な話に聞こえるかもしれませんが、病院に入院すると、病気が早く治る最大の要因は、静養にあります。病人は、とにかく、ひたすら、ベッドの上に寝ていてもらう。衣服の着替えから、必要とあれば、下の用足まで、すべての介助を受ける。徹底して安静にすることが、治癒を助けます。そこに、 治療の技術が加わるので治る医師が鎮痛力を持っているわけでもメガ医療機器が奇跡を起こすわけでもありません野生動物は病気を自分で治します治る方法を知っているので病気になったらそれに従います本来人間も動物なので自分で治せる病気は自分で治す体の仕組みと 直す術を備えていたと考えるべきです。病気したら死んでしまうそんなことならば、数百万年も続く人類の歴史は、当の昔にと絶えていたことでしょう。私たちは、今日生きることができれば、明日も生きたいと思う。自分の最長寿命を、最大のクオリティで生きる。朝、目覚めて、今日も、一日、元気で生きるぞ。 そろそろ本書のポイントを忘れそうになっている頃ではありませんかあなたのために練習問題を用意いたしました。健康道に関心のある方はお答えいただき投稿してみませんかその他、健康法の講演依頼や講座の依頼も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。長谷部式健康会 愛知県一宮市平和1-2の13テル0586の46の1258ファックス0586の46の 0367e mail kenko at markworldintaarqua.jp url http://www.intaarqua.jp/sw.warldslash <core>. kenko.slash 参考文献 生命とは何か物理的に見た生細胞エルヴィン・シュレディンガー岩波新書川谷と排泄の民族学つぶて川全次批評者原本西式健康読本西勝造農文教動物の食に学ぶ西田敏貞女子栄養大学出版部病気はなぜあるのかランノルフス・ M ・ネシー信用者 雲をつかむ話藤原咲平岩波書店人間の歴史を考える2人間への進化大島康郎教著岩波書店人間の歴史を考える3体の認識と医療道や至る小教著岩波書店今西金次全集私の進化論今西金次講談社生物進化を考える木村四生岩波新書 利己的な遺伝子リチャード・ドーキンス、木ノ国や書店。人間の由来、河合正雄、小学館。銃、病原菌、鉄、1万3000年にわたる人類史の謎、ジャレド・ダイヤモンド、創始者。人が人を殺す時、マーティン・デイリーマーゴ・ウィルソン、新試作者。骨の健康学、林康史、岩波新書。究極のトレーニング、石井直政、講談社。 中高年の体の疲れを取る本ゴミ正義青春出版社コーチトレーニングと競技パフォーマンスランドオール l ワイルバール講談社農業青典アルバート・ハワード日本有機農業研究会化粧品と美容の用語辞典竹村勲アムスクカビの常識人間の非常識井上真由美平凡写真書 ノーベル賞に輝く人々中澤博史原貴明編北里書房 HSP が病気を必ず治す伊藤陽子ビジネス社西洋医学誌ハンドブックディータージェッター朝倉書店楽しい医学用語物語星和夫医師役出版医療学概論浅見正造剛草書房ヒポクラテス全集ヒポクラテスエンタプライズ チベット医学イエシェイドゥンデン治癒者鎌倉時代医学史の研究服部里里資料吉川公文館藤川雄著作集藤川雄詩文革出版全訳召喚論丸山清康明徳出版社異心型丹波康史頼幸著牧幸子役ちくま書房人間機械論ドラメトリ岩波文庫メカニカルマン人間は 自然科学で説明できるか D ・ E ・ウルドリッジ東京科学同人 DNA に魂はあるかフランシス・クリック講談社長野県看護大学起用2002江藤博之長野県看護大学東西木薬工大塚康夫創現者変な毒すごい毒田中町技術評論者人間であることと時実敏彦岩波新書 道徳感情論アダム・スミス・岩波文庫セカンド・ブレイン・マイケル・ D ・ガーション・小学館東洋文化と日本三枝鷹匠得・ペリカン社食べ物・健康法・食物用情報・現代語訳石塚左元・左だ農能山漁村文化協会電気・石塚左元・左だ桜沢女一・大空社 新食用療法食物だけで病気がゆる桜沢女一実業の日本社皮膚マークラッペ大月書店裸の猿動物学的人間像デズモンドモリス角川書店汗をかけない人間は爬虫類化するゴミつ明小電車世界的長寿教の食生活森下圭一全日本新旧学会雑誌に生産。 100歳まで元気に生きるジョン・ロビンズ・アスペクト脅威の敗読・健康法・長谷部茂ダマ出版血液と健康の知恵・千島菊生・治癒者教養としてのスポーツ・身体運動東京大学身体運動科学研究室編東京大学出版会これからの健康とスポーツの科学・阿部隆史・竜子もを講談社 正常と異常の身体医療体操士研究ノート三井悦子草むら文社運動処方の理論と実際秦野義雄株式会社コム招待術隊員高橋道雄日本招待術協会物語物の建築士風呂の話大場治む鹿島出版会風呂とエクスタシー吉田修司、平凡社選書。 温泉と健康おもねきし効岩波新書。漢方と民間薬百科大塚高施設、主婦の友社。B17、ジョン・ A ・リチャードソン、G ・ E ・グリフィン、ノーベル書房食塩と健康の科学、伊藤圭一、講談社ブルーバックス。新たな人間の発見、青木たもつ、岩波書店。 感じる脳、情動と感情の脳科学アントニオ、R、騙しを、ダイヤモンド社。パパラギオ、かざきたるお役、達風処方。